武蔵平一期は、そもそも、平一期とは、平安時代からの在庁官民である武蔵国の秩父市一族、相模国の中村氏一族、その他日立国、上野国の平氏などが血縁を軸に集結した、関東有数の国人一期のことを指す。彼らは遅延を生かして、おのおの地元の地侍も一気に取り込んだ、結果、大兵力を動員することができた。 代表的な人物としては、川越直重や足利元氏の学友、高坂の武が挙げられ、鎌倉府が上記三国を支配するにあたって、重要な役割を果たした。関能の上乱において、足利高氏方につき、その後も鎌倉府初期の支配体制、いわゆる薩田山体制の一翼を担うこととなる。 秩父市の登園にあたり婚意だった関東官令の畠山国清敷か、下記のように、高氏やその息子で、初代鎌倉久保である、足利元氏のため数々の合戦にその姿を見せた。しかし、延文三年、足利高氏が死去すると、徐々に事態は変化し始める。元氏は成長するにつれ自立を志し、それを成長する存在となっていた、札田山大成。 中んずくその中心的存在である、畠山国清や平一揆とも距離を置き始めたので、ある。公安2年、ついに、畠山国清が、足利元氏に討伐され、その際平一揆はかつて自分たちの総大将だった人物との戦いに駆り出されたのである。さらに、国清の公認は、感動の上乱で、足利忠義方につき敗北、信濃国に追放されていた。 上杉範明であった。かつての敵の復権を恐れた上野、越後国守護大の羽賀光明は、鎌倉へ向かう範明を討とうとするが、元氏の追悼を受け武蔵岩戸の山、クリーン屋の合戦に敗れ、主の宇都宮宇じつ諸とも失脚した。この戦いにも元氏方として働いた平一揆であったが、復権した範明はその勢力削減に動き始め、常時二年、川越直しは、 相模国守護職から解任、高坂氏も伊豆国守護職の地位を脅かされた。常時6年、鎌倉久保元氏と室町幕府将軍、足利義明が相次いで死去。権力の空白状態が生じた。元氏の後継者氏光は未だ幼少であり、貢献する上杉範明が再び、平一揆の勢力削減に動く、可能性があった。一方で、 長年鎌倉府の直属軍団として、広範囲に勢力を行った結果、周辺勢力との対立の火種も大くくすぶっており、赤年の課題を直接行動で打破しようとする機運が、一騎側、反一騎側ともに高まっていた。大安元年2月25日、上杉範明が上落した隙を狙い、平一騎の内川越直主家を中心とする、武蔵国の平一騎が放棄した。 直重を対象に、一族の高坂信重や江戸市、高山市、古屋市、村山島の葉橋、山口隆清、金子家助など地元の武士が、居城の川越間に籠もり、江戸牛島には別動隊を置いた。この作戦は、入間川を川越から江戸まで占領することにより、鎌倉ふとの利益の本拠地上の国を南北に結ぶ、鎌倉街道を封鎖。 その連携を立とうとしたものとされる。これに乗じて芸屋国では、宇都宮・宇治綱が、越後国では、南朝方の新田義宗や脇屋・義春も挙兵した。一方で、中村氏を中心とした、相模国の平一揆は、上杉方についた。上杉のりはすぐには帰国せず、政治工作を進め、幕府を味方につけた。上杉ともは、元宇治の後を継いだ。 足利氏光を要して、川越に出陣。乗り明や武田氏、葛山氏らの軍勢の動員もあり、同年6月17日の川越における合戦で、反乱は鎮圧された。川越での戦いに勝利した鎌倉、上杉軍は、続いて、越後で拒兵した新田吉宗らを討伐するため北上した。上野において両軍は衝突し、激戦となった崖屋の小山義政らが、 鎌倉方に加わったため兵数に劣る新田勢は壊滅した。吉宗は討ち取られ、脇や吉原は出和国にまで敗走した。その後も鎌倉軍は引き続き北関東における南朝勢力の総統を進めたが、同年9月19日に上杉憲りが足利の陣中にて病没した。川越直しらは南朝の北畑秋吉を頼って、 伊勢国へと配送し、領地はすべて没収された。その他の参加者も、領地を減らされ失脚。武蔵平一期という連合体は、歴史上から姿を消すことになる。討伐を免れた、相模国の平一期もまた低迷と解体への道を、たどり始める一方、ライバルを倒し、鎌倉久保の直轄領も支配下に収めた、上杉氏は、 室町期の関東において圧倒的な力を持つようになった。国史大辞典編集委員会、国史大辞典から。畑山国清の討伐に参加させられた際、駿河国東部に勢力を持っていた豪族桂山日中神の所領に挑発をかけたところ、桂山側がこの領地は、鎌倉府の管轄外の駿河国に属するはずとして、一触即発の事態となったものである。 ありがとうございます。